指導中よ。皆さん気をつけましょうね。始めましょう。この風がどうか勝利をもたらしてくれる。皆さん突っ走りますよ。勝利しました。当然の結果です。命令することはありますか？ラジャーエンカウンターですって。皆さん気をつけてください。整備が終わったらまた行きます。
勝利の女神ニケ。新しいトリックを試す時が来たね。もう一度行きましょう。この風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。前方に向け爆撃開始。もっと速く、もっと強く、休むことなく撃つのです。今から集中します。前進。この風がどうか勝利を目指してみんなの力を合わせてみましょうか。
応急処置は終わりました。しかし、あくまでも応急処置です。アークに戻って治療をお受けください。引き返すにはもう遠すぎるから。輸送機を要請することもできません。通信が遮断されていますから。それにあの二人も深手を負ってるわ。6人中3人が負傷してるわけ。ごめんなさい。ごめん。気にしないで。規格外の相手だった。どうする？危ないけど、のろしをあげた方がいい？いや、このまま前進した方が良さそう。前進？近くに巨大な電波塔がある。そこでアークとの直通回線を使う。そこまでどれくらいかかるかな？そうね、通常なら2時間くらいかかるけど。半日は覚悟しないと。その分、光線回数も増えるわよ。指揮官、大丈夫ですか？ユニ、指揮官の足の感覚を遮断できる？ほんのちょっとの間だけなら。私が変わるわ。痛みには慣れてるから。あまりいい考えではない。戦力の損失が大きすぎる。お願いします。少しだけ我慢してください。ところで私たち、帰ったら大変なことになりそうね。指揮官様に怪我をさせたから、ただじゃ済まないわ。それは後で考えよう。今は連絡が先よ。皆さん気をつけましょうね。一気に片付けましょう。この風がどうか勝利をもたらしてくれますように。することはある？移動。皆さん気をつけましょうね。
この風がどうか勝利を残して、もっと早く、もっと強く、休むことなく撃つのです。練習は絶対に裏切らない。落ち着いていきましょうか。変身。この風がどうか勝利をもたらしてみますね。みんなの力を合わせてみましょうか。できたらもう一回。何だったのかしら、あれは。喋るラプチャーなんて聞いたことないです。そうね、単なる特殊個体の捕獲だと思ったのに、完全なる未知の存在に遭遇するとはね。ラプチャーで間違いないのでしょうか。それとあのニケ、あいつは何、体感ライフルを単独で使うニケなんて。火力の化身のような逃げでしたね。だいたいこの作戦、本当に私たちだけでやってるの。後で報告することがたくさんあるわ。聞きたいことも山積みだし。何も知らないってことなの？残念ながらそうね。帰るのが怖いよね。というか指揮官様、どう？ちゃんと歩ける？やっぱりおんぶした方がいいわ。ダメよ、不意打ちに対応できない。指揮官、辛いでしょうが、もう少しの辛抱です。強い人ね。ウサギさんだ！